白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は新しい資本主義とは分かりやすくというテーマのお話を聞いていただければと思います。まあ範囲を限定してですね、まあ、現在の内閣である、まあ、岸田政権がですね提唱している新しい資本主義、まあ、これに関しての学びですよね。まあ学びというか理解に努めるというのが今回の趣旨になります。で、まあ結論から言うと、まあ、岸田内閣がですね提唱している新しい資本主義っていうのは分配の割合を変えたいということなんですよね。まあ、端的に言うと、まあ、一番、ね、分かりやすさだけを重視するならば、まあ、分配の割合を変えたい、それがまあ新しい資本主義を作っていくという、まあ、現在の内閣のですね、まあ、本質だというふうに理解しています。で、この分配の割合を変えるってどういうことかっていうことなんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、企業のですね、まあ、売上とか経費っていうのをですね、まあ、細かく分けていったときにですね、まず企業の収入っていうのは、まあ、基本的には売上ですよね。まあ、そこから売上からですね、まあ、原材料をまあ引くわけですね。そうすると、まあ、あらりというですね、まあ、売上からその商品を提供するためのまあ原材料の経費というのを引いたら、あらりというのが出てきます。で、そのあらりっていうのを、じゃあどういうふうにまあ使っていくかって言ったときに、まあ、例えば人件費っていうのにまあ使っていくわけですよね。まあ、企業が従業員を雇用しているということであれば、従業員の方々へ給料を支払う、まあ、人件費というのがあります。で、このまあ岸田内閣が言っているのは、一言で言うとこの粗利に対しての人件費の割合ですね、まあ、経済の言葉で言えば労働分配率という言葉を使っていますけれども、まあ、その粗利に対してのまあ人件費、労働分配率を上げていきたいと、それを上げていくことを実現するのが新しい資本主義のまあ実現というふうに、まあ、岸田内閣はですね、まあ、提唱しているということなんですね。で、なんでそこに、まあ、はっきり言ったらこだわっているかっていうことなんですけれども、まあ、その前ですよね、まあ、アベノミクスっていうのがありました。2013年から2020年の8月までですね。で、その中で、まあ、2013年から2019ですね、までは、まあ、はっきり言ったら目に見える数字っていうのはどんどん良くなっていったわけです。まあ、国内総生産 GDP に関しても、まあ、500兆が559兆ということで、まあ、プラス59兆増えていたりするんですよね。だから統計の数字で見ると、まあ、経済って明らかに2013年から2019年っていうのは、まあ、良くなっていってるわけです。なんですけれども、その経済が良くなっていることの実感っていうのを、まあ、ほとんどの国民が、まあ、感じることができてないというふうに、まあ、現政権は、まあ、考えているんですね。だから、まあ、国内総生産 GDP っていう一番大きな数字は、良くなっていたとしても、まあ、そのまあ、ね、経済成長を、まあ、実際、ほとんどの、まあ、大多数の国民は、まあ、実感することができてないということで、じゃあどうすれば実感することができるのかって言った時に、やっぱりね、その日本っていうのは圧倒的に、まあ、労働者っていうか従業員の方が多いので、割合としては、であれば、まあ、従業員の方々が、まあ、その経済の、まあ、が良くなっているという実感を得られる、まあ一番わかりやすい、まあ、給料、人件費っていうのを、まあ、結局企業は上げるべきであるというふうに考えているわけですよね。で、まあ、企業っていうのは、まあ、利害関係者っていうのが、まあ、たくさんいるわけで、まあ、その売上っていうのがどういうふうに支払われていくかっていう、まあ、順番を考えていったときに、まあ、売上から最初に、まあですね、原材料費が引かれるわけです。だから、まあ最初は仕入れ業者さんが、まあはっきり言ったら受け取るということになるわけですよね。で、次は労務費っていうことで、まあ製造業に携わってる、まあ製造業もしくは製造する、何か商品を実際作るという、その製造に携わってる人たちの人件費が労務費っていうふうに払われていくわけですよね。
で、その後に販売費、まあ、つまり営業に関わっている人たちの給料っていうのが払われて、管理費ですね。管理に携わっている人たちの給料が払われるということですよね。まあ、あとはそれ以外で、例えば広告宣伝費っていうのが払われるということです。で、その後に、今度は金利ですよね。まあ、だから、例えば金融機関に対しての、まあ、金利、手数料などが支払われて、それでその後に、今度は税ということで、まあ、国とか、もしくは県とか、市とか、っていうのが、まあ、結局企業からお金を受け取るということになるわけです。で、そうして、まあ、払うべきところに全部払い終わった残りっていうのが、まあ、企業にとっての最終利益ですね。まあ、当期純利益というふうになるわけで、で、その当期純利益があって、初めてその後に株主に対して配当というのが払われるわけですね。だから株主っていうのは一番最後なんですよ。お金の受け取りっていう意味で言えば。もう税金まで全部支払った後の最終利益、当期純利益から配当っていうのが払われて、で、配当も払われた後、残った余りのお金っていうのが、まあ、企業でいう、まあ、現預金ですよね。つまり内部留保っていう形で、まあ、企業の現預金として貯まるという、まあ、そういうお金の流れになってるわけですね。で、なった時に、じゃあ、その2013年から2019年のアベノミクス、っていうことで、まあ、企業の業績が上がって、株価が上がったと。企業の時価総額が上がって株価が上がりましたと。じゃあその恩恵を受けることができたのはどこなのかっていうことで、まあ、現在の岸田内閣の解釈としてはその、配当とかを受け取った、もしくはその、時価総額が上がって株価が上がったことによる、まあ、売却益を得ることができた、まあ、株式投資をやってる株主と、あとはそれも全部払い終わった後に、結局企業が、まあ、自社で、まあ、貯めた、まあ、内部留保ですよね、現預金というということで、まあ、アベノミクスの恩恵を受けることができたのは株主と企業だけっていうような、まあ、そういう解釈になってるんですね。だから、まあ、そのいわゆるこの従業員の方、まあ、労働者はほとんど恩恵を受けることができていない、だったらその分配を変えた方がいいというのが、まあ、岸田政権が考えている新しい資本主義っていう考え方なんですね。だから、まあ、結論から言うと、まあ、分配の割合を変えたいということです。だから、まあ、企業が配当をたくさん受け取った、株主ですね、株主が配当をたくさん受け取ったとか、売却益を大きく得ることができたとか、もしくは企業が内部留保を貯め込んでると、そこのお金の割合というか分配の割合を、まあ、結局もっと労働者、もっと従業員に、まあ、賃金っていう形で、まあね、分配するべきだというふうに考えているということですね。で、まあ、具体的なことで言えば、まあ、毎年毎年、まあ、春闘ということで、まあ、労働組合と経営陣がですね、まあ、来年の基本給っていうのをですね、まあ、どうするかということで、まあ、基本給をどれぐらいこう上げるかっていうことに関しての、まあ、ある意味団体交渉の場みたいなのが、まあ、例年2月から3月にかけて、まあ、春闘という名前であったりします。で、まあ、岸田政権が、まあ、企業に対して希望していることっていうのは、まあ、3% ですね、まあ、年 3%、まあ、結局その基本給を上げてほしいということを、まあ、政府が企業に要請しているというのが、まあ、新しい資本主義の、まあ、具体的な、まあ、政策という形で、まあ、提唱しているということですね。で、まあ、今回のこの動画に関してはとにかくですね、まあ、現在の政権である岸田内閣が新しい資本主義という言葉を使い始めているんですけれども、じゃあその言葉を使い始めた岸田政権が考えている新しい資本主義っていうのは何なのかっていうことに対しての理解を深めるという目的でですね、まあ、今回はお話を聞いていただいているということです。その岸田内閣が考えている新しい資本主義っていうのは分配の割合を変えていくことであり、具体的にはですね、まあ、1年で 3% のですね、まあ、基本給を上げていくというのを政府が企業に対して要請していくこと、まあ、それが岸田内閣が提唱している新しい資本主義の一番の本質だというふうに理解しています。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。